はい。皆さん、こんにちは。非常識な経営コンサルタント、高橋孝子です。本日のテーマは、集客経験が浅い人は、経験ある人の意見を聞く方が、10倍早く成功するわけ。というお話をしてみたいと思います。えー、ここのところ、連続で、えー、私のクライアントさんの セッションをしております。まあ、これはもちろん、デイリーで日常のことなんですけれどもで、それぞれの方のステージ違うんですよ。集客をどういうふうにしていくかっていうステージが違います。そうすると、アドバイスの内容も当然違いますし、やるべき、その、その方が目指す目標に合わせて、当然、伸び縮みする目標値、 に対してのどういう対応をしていったらいいのかっていうお話をねしていくんですけどでその中で、あのー、皆さんにも、まあ、これは私のコンサルの場合のもしかしたら特徴なのかもしれないんですけどまずは自分で考えていただいた一つの方向性とか指針とか結論みたいなものを一旦出していただくんですよ。 で、それに対してなぜそう考えたのか、そして私だったらどう考えるのか、どういう方向性でしていったらいいのかっていうことをすり合わせていくのが私のセッションなので、うーん、こうなっちゃってます。どうしたらいいですかあそれはねっていう答えを出すセッションではないんですね、私の場合には。考えて自分で一人でできる力を育てたいというふうに思ってやっているセッションなので、 ちょっと、もう一段ね、普通の方たちがおそらくやっている内容よりも、もう少し深い内容で、しかも自立していける内容でやってるっていうのがちょっと特徴なんですね。で、その段において、まあ今回のテーマである、集客経験が浅い人は、経験のある人の意見を聞く方が十倍早く成功するわけっていうテーマをお話ししていこうと思ったのが、まあその方たちとお話をしていて、 感じたことだったので、今日はそれをテーマにね、お話をしてみたいと思います。うん、はい。ではね、本題に入りたいと思います。うん、えっと、集客経験が浅いということは、まあ、じゃあ、例えば、授業をね、開始して、えー、3年とか1年とか、まあ、いろいろいらっしゃると思いますし、あと、集客経験が浅いっていうふうに私、あえて言ったのは、 教室業歴が10年であろうと15年であろうと集客経験が浅い先生って実はいっぱいいます。はいまあ、それはたびたび動画でも話題にさせていただいているいわゆる昔早めにですね教室を作っちゃった先生は当時今のように教室がたくさんなかった時代を経験されています。 そうするとどういう現象が起こるかっていうと教室が存在するというだけで、えー、あとは友人、知人とか1回来た方がさらに人を連れてきてくれる口コミ紹介が当たり前だった時代に生きていらっしゃる人気教室の先生というのがいらっしゃるんですよ。でその方っていうのはあの人気教室ではあるんだけれども集客が上手だったわけではないっていうケースも結構あります。はい 自分はできていたのが、えー、ここがまた分かれ道なんですけど冷静にちゃんと分析できていて時代が良かったからだよねということになった場合にはその方は今からでも学び直しってしようって思って今の時代はどういうふうにすればゼロからの人が集客ができるのかとかね、えー、そういうことをこう学ぶわけですよ。 この方は実務もあって、じゃあそれにさらに自分もやっていこうとする内容が加わった状態で、多分新規で、えー、オープン、教室をオープンしたい人の指導って割とうまくいく可能性があります。一緒に辛さを味わうから。だけれども、うまくいった要因が時代のせいだったとか、外的な環境要因のせいだったのに、 自分の力と勘違いされているようなタイプの方もいらっしゃるんですよ。で、この方についてしまって、ゼロからの開業の方が集客を学んだりすると、できちゃっている理由が、自力じゃない、他力だったせいが多かった先生から学んでも、自力でやってないから、ちぐはぐでうまくいかないんですよ。で、残念なことに、えー、昨今の 流行っている傾向上ですねディプロマ発行が増えておりますとてもね。でそうすると発行されているディプロマは、えー、スキルの方ですねこのスキルを学ぶためにそれを取るっていうのは何ら問題ないんですけれどもディプロマ発行と教室開業がセットになっている講座も最近増えているんですよ。 でこの時にですねその先生がどういうキャリアを持って集客を教えているのかっていうのは多分、調べた方がよくて、はいあのー、その方の背景が時代背景でうまくいっちゃったよねっていう方が教えることは内容が薄いですはっきり言いますけれども、はい、あのなぜならば本当に実はうまくいっちゃってる理由が分かってないケースとかがあるんですよ。これが 残念なことに。ですから、あの今とてもいろんな講座が、ね、開講されておりますなのでその方がゼロから本当にきちんとウェブ集客を使ったりとか SNS 集客を使ったり人脈とかをそんなに使わないでネット上でゼロからやってきているというタイプの人からネット上からゼロからやるやり方を並ぶには大丈夫なんです。よ。 でそうじゃなくて、なんかできちゃってる人気の先生だからって軽い気持ちで習いに行くとそこは実際は習えないので、まあ、開業できなかったり開業できても集客できないという事態に陥ります、はい、なので集客経験が浅い人は経験のある人の意見を聞く方がっていうのはそういう意味です経験を聞く。だから私はもちろんコンサルタントですし 自分が教室をやって経験をコンサルティングするために教室をやりましたから、まあそういうものを持って教えてるんですよ。つまり、あの、実際にやっているということがベースにあった上での指導になってます。はい。だから、あの、実際にやってる人の意見を聞かないと、非常の空論的にですね、集客ってこうやるんだよね、みたいな、 何か動画を見たとかね、本を読んだとかいうレベルを人に教えちゃう人も山ほどいて、それを聞いちゃうとうまくいかないんですよ。その人が腹落ちして自分で実践して痛みを伴ってないからです。なので、ここはね、結構ね、注意して聞いていく方がいいですよ。あのー、私のところにお悩み、 ででで解決でいらっしゃる方で、えー、最近増えているのが滝教塾からの方っていう方も増えているしあとは他でディプロマを取ってその先生がちょこっと集客も教えてくれるようがセットになっているところでやったけれども全然開業ができなかったみたいなお声とかが以前はゼロからの人とかっていうところがね多かったんですけど最近はやり直しの人が増えてる傾向があります。 でその1つの判断基準が集客経験が浅い人は経験値がある人っていうのはやってる実動実務をやってる人っていう意味で経験がある人っていうふうに言ってるのでまずこれを見抜いて、えー、その人から習うっていうのがまず早道だっていうのがやってる人から習うのが早道ってこれ1点目です。 もう一点は、その経験値が、うん、とビジネスを組み立てているという経験値ですね、あの私はコンサルタントなんで、そのあたりも当然カバーはしているんですけれども、誰かにね、習う場合にビジネスを組み立てる経験値っていうのは、広い目で見ていくことができる人っていう意味で言ってます。 え先ほど冒頭に申し上げたように私のクライアントさんにはまず考えてもらうように要は考え方の訓練をしていますでそれを聞いたことによってあその考え方もありだしその考え方方向が間違ってますっていうビジネス上ですよでこういう考え方で組み立てていく方がお客様もあなたもハッピーになれるよっていう違う視点からのお話をすることが非常に多いんですよ ということは、自分一人で考えていくとどういうことになるかっていうことですね。あの、私のお話を普段聞いている方でもそういう判断をしてしまうケースがあるんですよ。ということは、うーんケースバイケースをどれぐらい自分の体の中に正しい状態で入れ込んでいけるかっていうのが、やっぱり早道なんだなっていうのを最近特に感じていて。 考えてもらった答えを別に否定するわけではないんですよその内容もありだよねだけれどももっと効率よくみんなが喜ぶんだったらこういう方法がいいんじゃないっていう話を言うとその人の頭の中とかアアイディアになないいものは出てこないんですよ私の中には私が経験したもちろんアイディアもあるし 私のクライアントさんが経験したものを一緒に解決していってるアイディアが毎日のように溜まっていってるんですよそれが数年分溜まっている状態で私アドバイスしてますだからその知恵っていきなり始めてこれから頑張ろうっていう人は追いつきようがないんですよさらにビジネス的な知見で言うと会社員生活が22年上乗せになってますから都合ビジネスの実務経験30年以上なんですよ だから、それと同じ形で慣れない限りにおいては、経験値ベースで言うと、知見がある人の話を聞いた方が話が早いんです。だけれども、自分も考える癖をつけないと成長しないので、まあ、答え合わせ的に、まあ私のコンサルを使っていただくみたいな、よりもちろんいいアイディアは出しますよ。出すんですけれども、まあ、そこです。なので、 例えば、そういうすり合わせをする相手がいないとか、えー、そういった技量を持っていない方と壁打ちテニス的にお話をしてもですね、多分返ってくる答えに発展性がなかったりするんですよ。すべてのコンサルの方がダメだって言ってる意味じゃないし、私のコンサルティングが最高だって言ってるわけじゃないですよ。ここは勘違いしないでくださいね。 あのそうじゃない方も最近増えてきているのに伴いそうじゃない方についてしまった場合には結局、正しい答えを得ることができずさまよい、えー、ぐるぐると同じ場所を動いてしまう方が増えてきているのでこんな話をしています。ですので、あのー、ぜひですすのね特に 開業初期の方とか、これから集客を頑張りたい。あと、リブランディングの方ですね。この方については、自分の目指すべき方向性に対して、多角的なアドバイスができるようなタイプと、タイプの方と組んだり、その方のアドバイスを聞く方が、おそらく成功確率は高いです。自分だけで考えるよりも。 自分は自分が生きてきた経験値でしかアイディアひねり出しようがないんですよ。だから、そのアイディアをもらい、さらにそれを一緒に実践をしていくっていう、まあ、コーチング的な部分になるのかもしれないですけど、そこをしていただくっていうことに対しての対価は、それ以上の成果を出せばいいだけの話なので、必要な経費なんでしょうねっていうふうには思ったりとかします。だから、より皆さんが選ぶ精度を上げていかないと、 いいまちなところでやってしまうと時間もすごく遅くなるし欲しい成果が得られないケースがあるんですよ。ですべてガリガリのゴリゴリの頑張ったものばっかりがいいわけじゃないんですよね全ての。私ってこれぐらいでいいんだ低めの目標でいいんだっていう方がそのゴリゴリの人をこれぐらいのね高い 目標値をを達成させるることとがでできるコンサルを選んんじゃうと苦しいだけなんですよ自分はこれぐらいでいいって言ったらそれぐらいの範疇を丁寧に教えてくれる人っていうのを選んだ方がいいので自分がどの程度のレベル感で伸びていきたいかっていうのを自分で把握する必要がありますでそれによって、えー、自分をどう伸ばしてくれるかっていう人も取捨選択をして選ばないといけないです まあ、いわゆる相性と呼ばれている部分がね大きいんですけれどもただ、その基本的に持っているスキルっていうのは、うん、発信している内容だったりとかまああとはその方が育てた生徒さんですねその像によって自分がどういうふうになれそうかっていうのは想像ができるかと思うので、まあ、そういうところから判断されるといいんじゃないのかなっていうふうに思いました。あのー 私はも,もちろん経験値が上がってるせいも多いんですが相談される内容において答えを出すときにやっぱりあの多角的に話をするとこういうアプローチができるよねっていう新たな販路が見つかったり新たなアプローチが見つかると一気に市場が広がったり一気に集客の窓口が広がったりというあのこともあるのでそういう視点からね全体を見ていくっていうのも 考えていく方がいいんじゃないのかなっていうふうに思いました。キーポイントは経験のある人から話を聞くということですね。はい。では、まとめていきたいと思います。集客経験が浅い人は、集客経験のある人の意見を聞く方が10倍早く成功するわけ。っていうタイマーになりますが、こちらの答えは、えー、自分の頭では 自分の頭以上のアイデアは出てこないから、そのアイデアをすでに実践をして持っている人の意見が早い。しかもそれを素直に聞くのが早いです。というのが回答になります。はい。ぜひご参考にしてみてください。それでは。